こんにちは。こんにちは。NBC ビヨンドビジネスチャンネルフロントフェイスのコーナーです。今回のお客様は、はい、こんな美人が横に来ていただいております。株式会社ジェルニック代表取締役社長の山崎美和子さんです。よろしくお願いします。山崎さんともだいぶ長いお付き合いですけども、今日久々に会って、気がしますね。そうですね。去年のクリスマスパーティー以来の気がします。ああ、じゃあ、お隣の席で。ほとんど1年以上経ってるっていうことですね。はい。はい。で、改めて、まあ、NBC のメンバーの人たち、これほどなかなかね、私たちのイベントに出てこないってことは、どんな授業をしてるのか知らない人たちがたくさんいらっしゃると思うんで、はい、改めて、この株式会社ジェルニックがどんなお仕事をしてるのかを、お話していただきたいと思いますが、はい、はい、ありがとうございます。弊社はですね、もう25年以上になるんですけども、うん、まあ主に基礎化粧品の販売をしている会社になります。はい、まあ販売網というのが、まあ、主に B2B ですね、はい、日本全国の美容室さんとか、はい、自然食品とかを扱っているような、お店さんに卸すような問屋さんとかディーラーさんに向けて販売しているような会社になります。あまり表向きその B2C がないってことは、はい、まあ、それほど皆さん、ね、最後のユーザーの人たちはそれほどジェルニックの会社を意識してないけど、いつの間にか使ってたと、はい、うん、そういうものが多いかと思います、はい、で今あの通販といいますか、はい、EC も結構やられてるんですかね。はい、今までは本当に売上的には1割程度ぐらいしか B2C、まあ、通販とかそのウェブ等を使っての販売というのはしてなかったんですけども、うん、実は今年の事業再構築、はい、チャレンジしまして、無事採択されまして、もともと新たに進出したい分野だったんですけども、いわゆるフェムケア、フェムテック、ご存知ですかね。いや、ギリギリ、はい、怪しい場所とかね、はい、そういうデリケートな場所という、そういうイメージで。そうですね、はい、あの女性のデリケートゾーンに特化した化粧品の販売を、うん、今後 B2C でメインでやらせていただこうと思っております、うん、これまでって、はい、ちょっとこのホームページの方を見ますと、この辺がもう元々基礎化粧品的なものと、はいはい、で今ここの中にはじゃあないんですね。そうですね、来春、はい、来年の春、発売になるものになります。ついにそこに一歩踏み込んだぞと。はい、そうですね。やっぱりこの辺の時代背景っていうのをちょっと改めて。そうですね、まずその B2B をメインでやっていたので、はい、このコロナ禍で B2B がすごく、まあ、お店に足を運ぶという機会がお客様が少なくなったの で、 B2C にどうにか切り替えていきたいなと思った時に、うん、何があの弊社の強みとしてできていけるのかなと、考えて、まあ、今まで通り基礎化粧品をやっていくのもいいんですけども、はい、もう一つはその時代背景的に、うん、まあ、その 女性の活躍推進というところをこう弊社としても後押ししていきたいと、うん、はい、で弊社の今従業員が全て女性なんですね、うん、でまあ未婚既婚、それぞれいますけども。そう、旦那さんも捨てたっていや、捨てたんじゃなくて捨てられたんです。人聞きが悪い。そうですね、表現はありますけども、はい、そういうこともあってもうほとんどもう会社の中は女性たちがいて、まあ、その離婚とは全然関係ないんですけど、はい、やはりその女性が使うものということもあって、なんとなくこう女性が社員の中で多くなっていくと、多くなっていくと男性が居づらくなってどんどん女性だけになっていくみたいな構図があって、まあ、そういうこともあって、何かその女性らしい、女性しかいない会社だからできることってないかなって考えた時に、うん、まあ、あの社員からですね、そういったものをフェムケア、あの女性のデリケートゾーンに特化した、化粧品の販売ができないかということで、まあ、そこから私も猛勉強して、いろいろ調べていくと、あの、まあ、今もう本当に社会、まあ、会社にとって切っても切り離せない部分だなと思ったんですね。そうなんですね。国を挙げてやっぱりフェムテックっていう部分でも、どんどん応援してくれているところでもあるので、うん、やっぱり女性が活躍していくに伴ってそこをこう無視できないものなので、そこで何か弊社としても一つお役立てができるような商品展開というのをしたいなと思いました、うん、あの先日も私テレビ見てまして、はい、あれは男子校だと思うんですけども、うんうん、でもそこに、まあ、女性の何人かがいらして、うん、そしてその今の
まあ、女性のいろいろ生理用品含めて、いや、こういうものですよって言って、現物を見せながらやってるのを見たときに、あ、やっぱり時代がついにそこにやっとこう来たかと、そうですね、やっぱり思ってましたし、はい、それを知っとかない限りは、その少子化の問題ももちろんそうですし、うん、今の女性の、まあ、いろんなところにこう出ていくときの、まあ、妨げになっちゃうってことですよね。なんです、はい、なんとなくこう日本社会の中では教育という部分がすごく遅れていて、この性教育もそうですし、異性の体について学ぶという機会がものすごく少ないんですね、はい、なので、まあ、学ぶ機会がないからこそ、なんとなく人前で話してはいけないこと、うんうんうん、誰かとその上司と生理についてとか更年期障害についてとか、なんかそういうのって話しにくい。そうですね、空気感というか、その小さい頃から家の光っていう特別号で、あの女性の体を研究してましたけど、ね、僕みたいなのはいるんだけど、はい、これは普通じゃないから、うん、あの男性が女性の体を研究するのはまたちょっと違う目的だったりとかすると思うんですよね、はい、でもそれもすごく大事なことだとは思うんですけども、女性の体の悩みとか、うん、まあ、こう毎月来る生理についてとか、必ず訪れる初潮だとか閉経だとか、それに伴う体の変化っていうのを、うん、あの男性にも知ってもらいたいですし、これ個人差があるんですよ。女性同士の中でも全然感じない人もいれば、すごく重い人もいますし、うん、そういったなんか他人の他の人の辛さとか、そういうことも知ることとかも大事ですし、そういうのが、まあ、あのフェムケア、まあ、化粧品ですけども、それを通して、なんとなくこう社会にこう、うん、お知らせできたらなと思いまして、実際に本当にこう女性の活躍の時代が僕はもう本当に来てると思うし、日本は遅れてたわけですよね、はい、うん、そういう意味でももう少しきちっと女性のことを分かってあげて、そしてこう非常にこう働き場が活性化できる環境を作っていくと、うん、 そうですね、そのためにある程度の知識と、はい、それとまたそれを支援する意識がないと、うん、なかなかこれからの経営は、はい、経営者たちは、まあ、男性が多い、もちろんね、はい、経営者たちなんですけどもその辺を本当に分かってあげないと、その先はないぞということを、はい、商品も通じて、はい、またウェブでいろいろフォローしながら、そうですね、単にこうフェムケアの化粧品を販売するだけではなくてですね、うん、それぞれの悩みにこう応えられるように、あの婦人科の先生とか、あとはとタイアップさせていただいたりとかして、それぞれの悩みの解決、またその、女性の体の変化に伴った、まあ、そこに寄り添った商品というのを今後も販売していきたいと思っているので、うん、皆様の声を聞きつつ、新しい商品をどんどん出せていけたらなと思っております、はい、あの先ほどもちらっと聞いていたんですけども、その事業再構築っていう、はい、まあ、これ僕らも、まあ、結構メンバーの皆さんもね、使われている方がいらっしゃると思うんですけど、うん、それをきっかけに今言ってた新たな領域に、その今までのノウハウを生かして展開していったということですよね。もともと新たなことをこのフェムケアについては やろうって決めてたところに、事業再構築っていうのがあってですね、うん、はい、なので、うん、あのまあ、社内的にはあの事業再構築取ってラッキーっていう感じなんですけど、うん、まあまあ経営的にもお金が出るということはすごくありがたいことなので、うん、ただあのもう時代背景的にも今までの基礎化粧品はもちろんだけども、今言った少しこう新たなドメインって言いますかね、そうですね、ここに打って出ることがやっぱり株式会社のジェルニックとしても意味があるし、はい、少し社会に貢献できる、まあ、材料が揃ってきたということですかね、うんうん、そうですね、その通りです。あのせっかくですから、男性メンバーも多いですし、はい、もちろん女性メンバーもいらっしゃるんでちょっとそのメンバーの人たちに、はい、山崎社長からちょっとメッセージをお願いしたいと思います。はい、はい、お時間ありがとうございます。まあ、新たにフェムケアというところに参入していくんですけども、あのこれは会社がですね、あの、まあ、女性社員だけではないんですけども、他の人のなんかこう体調の変化とか体の変化に気づいて、それに寄り添ったあの働きやすさとか、そういったものをあの築き上げていけたらなと思っています。いろいろ私も今勉強中ではあるんですけど、皆さんのご意見もお聞きしたいと思いますので、またお力添えいただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ事務局経由ででも、まあ、山崎さんにそういうことをいろいろ聞きたいっていう、はい、
またこれ男性が多くてその辺こう気の回らない儲けることしか考えてない人たちもいるんで、はいはい、そういう意味でもちょっと女性社員の人たちがたくさんいらっしゃると思うんで、ぜひ会社にそういうケアする何かこう委員会とか部門みたいなの作っていただけたらなと思います、ね、そうですね、はい、じゃあもういくらでも山崎さんが、まあ、支援に行くぞということですよね。はい、はいはい、まあいや私たちにとっては非常に重要なことです。これからやっぱり女性の人たちの活躍なくして、まあ、私たちのビジネスはないと。あ、たまたまなんですけど女性社会起業家アカデミーって今僕立ち上げようとしてるぐらいなんですよ、はい、やっぱり女性の目線っていうのは非常に重要ですし、これからはその辺のその視野も含めたビジネスを展開していかないと受け入れる人たちも受け入れてくれないと思ってるくらいですから、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、今回の NBC ビヨンドビジネスチャンネルフロントフェイスのコーナーは株式会社ジェルニック代表取締役社長山崎美和子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。笑顔素敵ですね山崎さんの。